世界から。さあ、鳥さんどこにいるでしょうか。皆さんわかりますか。真ん中の上の方ですね。カモが泳いでます。ちょっと小さくてごめんなさい。一生懸命なんか多分川の流れに逆らって泳いでいますよね。頑張って逆らってる。さあ進んでいた進んでいた。泳いでますね。ねえ、カモなんですけど、こう飛べるし泳げるってすごいですよね。ねえ、でもなんで川の流れに逆らって泳いでいるのかはちょっとわかりません。あれ、これどこにいるんだろう。答えはね、バタオさんに書いてもらいましょうか。あれ、見えなくなっちゃったこれただ水が流れてる映像じゃないですかね。でもちょっとこの光の反射がね、なんだか心地いいですね。なんかやっぱり自然の中にいたり自然の映像を見ると私もすごい癒されるんですよね。いいな、川。川ってずっと見てると癒されるね。川辺でピクニックとかしたいな。皆さんはピクニックとかするの好きですか？私は一人でピクニックするのが割と好きで、お休みの日におにぎりを握ってですね、お外で食べるのが大好きです。すごい楽しい。そう、なんかバタオさんともね、たまにおにぎり握って外で食べることはあるんですけれども、いいですよね。なんか全然関係ない話をすると、バッタオさんとプールに行くのが好きだったんですね。プールなんですけど、区民プールですね。あれです、遊園地のプールとかって人がいっぱいいるから、そういうところには私たちは行かないで区民プールに行くんですけど、付き合いたてだったと思うんですけど、区民プールに行って私自分用のお弁当持ってったんですよ。で、なんかね、バタオさんも持ってたの。なんかで、私おにぎりとひじきの煮物を持ってったんですけれども、なんかそのひじきの煮物をちょっとちょうだいって言われて、で見たら空になってるんですよね。ひどくないですか。私のお弁当ね、全部食べちゃったのね。美味しいとかって言ってまあ美味しくできてたらよかったんですけど、プールの後だったからすごいお腹が空いていて食料がなくなったんで、まあね、家帰って食べましたけど。ひじきの煮物、なんか最近作ってないな。今度ね、ひじきの煮物作って食べようかな。あれ美味しいんですよね。あ、いた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 。わかります。シンキングタイム。鳥さんはどこにいるでしょうか。3、2、1。右上です。泳いでますね。小さい。これもね、探すの大変なんですよ、いつも。あ、泳いでる泳いでる。これいつの時期なんだろう。これ桜咲いてません？気のせいかな。水にね、反射しててね、なんか花が咲いてるように見えますけど、あ、もういなくなるかな。消えそう。これ私どこだかわかんないな。あれかな、真ん中の右の方にいるやつかな。ちょっと動いてるかなね。バトーさんの動画、あれ毎日皆さんご覧になられてますか。私見つかんないんですよ、いつも。難しいですよね。あ、やっぱりそうかもしれない。見つかった時嬉しいですけどね。もしよかったらバタオさん、ショート動画をですね、
毎日配信してるので、もしよかったら見てみてください。すごいね、面白いです。たまに猫ちゃんの時もあるんですけど、ほとんど鳥の動画です。あ、こんな自然のいいところに行きたいな。これ、なんだろう、わからない、どこにいるんだろう。水が動いてるだけにしか見えないんだけど。ね、あ、いた。もう早く映してくださいよ。いましたね。水飲んでる。違う。水を飲んでるんじゃなくて、水の中の何かを探してるんですかね。めっちゃ潜ってる。顔出した。さあ、どうするのかな。あ、また潜った。なんかね、多分水の中の虫さんかなんか探してるんですかね。魚とか。かわいい。なんだろう。ちょっとバタオさんに聞いてもらいますね。なんか気になりますね。何してるのかな。これは、なんだ、毒ダミがいっぱい。あ、いた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 。見えますか？真ん中。真ん中、真ん中、真ん中の上。首を出した。なんかカムフラージュしてますよね。カムフラージュっていう歌なかったでしたっけ？私、あの歌聞くとすごい怖くなるんですけど。皆さん怖くならないですか？ね。一曲なんですけどね。声は好き？歌詞が怖いの。いなくなっちゃった。また出てくるかな。バタオさんの動画面白いですよね。消えたり出てきたりするので面白いです。あ、右の方にいる。右の方に、そう、草に隠れてますね。何やってんだろう。あれかな、これも草の中の虫を食べてるんですかね。かわいい。見ていて飽きないですけれども、右の方いますね。草とかも食べるんですかね。なんかね、鳥さんが何を食べるかって私全然知らないんですよ。虫とか食べるのかな。ね、鳥さんって虫食べますよね。あ、真ん中にもいる。これって草の後ろにいっぱいいるのかな。ね、見てて面白いです。毒ダミ、ね、毒ダミって増えますよね、一個入ると。皆さんご視聴いただきありがとうございました。よかったらコメント欄にたくさんコメントを残していってください。今日もご視聴ありがとうございました。グッドボタンよろしくお願いします。